はい、どうもジョン・スミスと申します。今回はドラムのリズムが安定しない原因3つとその改善方法について少し喋っていこうと思います。こう8ビートとかやってて、なんか全然安定せへんなみたいなことはよくあると思うんですけども、これ特にドラム初心者の方が陥ってしまいがちなポイントというのは大きく3つあるんですね。で、今回はそれの3つとその改善方法、どうすれば綺麗にできるようになんねんというのを話していきます。今回の動画を見ていただくと、そこら辺の原因とか解決方法が分かって、今現在うまくできないっていう、安定しないっていうリズムが安定するようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速一つ目のリズムが安定しない原因は、そもそもそのテンポに手足が追いついていないからでございます。例えばテンポ150ぐらいの8ビートをやろうとしたときに、これテンポ150、こんな感じの速さのをやろうとしたときに、この右手とかが追いついてない、もしくは足が追いついてないってことがあったりすると、例えばじゃあ右手が追いついてないパターン、しんどいみたいな感じでね、まあ、今大げさにやりましたけども、こんな感じで右手が追いついてないから、どうしても全体のリズムがブレてしまうよねっていう、まあ、これに関してはブレてるというか、そもそもそのビートが叩けていない、フレーズができてないと言った方が正しいのかもしれないですけども、こんな感じでもう手足とかがね、その速さに追いつけてないからリズムが安定しないというのは結構あります。これは8ビートとかだけじゃなくて、手の連打とかでもそうですよね。速い連打、まあこんぐらいの、まあ、こんな速い連打タム回しとかをやろうとしたときに、この速さに追いつけていないと腕がね、こう、みたいな、まあ、それは速いの叩けないから、それは速いタム回しも無理やわなみたいな感じでブレてしまうみたいなことがあったりするので、この速さに追いついていないというのは一つ大きな要因としてあります。じゃあ、これを解決するにはどうすればいいねというと簡単でございますので、手足の速さを上げましょう。ひたすら限界のテンポを上げましょう。鍛えましょう。それだけでございます。もう、ね、結構根性論とか筋肉理論みたいな感じだけど、まあ、結構、まあ、これしかないんですよね。そのテンポに追いついてないということは、そのテンポに追いつける必要があるわけで、じゃあどうすればいいねんというと、この手の8ビートの右手の速さを上げるだとか、足のダブルとかね、片足ダブルとか、そういったところの速さを上げるっていう、もうこれしかないんですね。手足の速さを上げる練習っていうのは、まあ、いろいろあるんですけども、その私がおすすめしているのは、自分ができる限界のちょっと上のテンポで練習をすることでございます。例えばじゃあ8ビートやとしましょう。今現在テンポ150がギリギリできるとして、これが、うん、まあこれがギリできるとして、じゃあちょっとやってみますね。うん、これがまあギリできるっていうのであれば、これよりも速さを上げたいのであれば、テンポ155でやってみる。5ってまあまあ変わりますよ、これ。結構今、私はまあまあ余裕で、それなりにスンとした顔で、涼しい顔でやってますけども、この空間は暑いけども、汗かいてるし。うん、ただ、このテンポで、なんか150がギリギリっていう場合は、この5を上げただけでもだいぶきつくなります。うん、こんな感じで、5を上げてね、うん、やる。これだけでもだいぶその右手が追いつかなくなってきてる、しんどいみたいな、腕に力が押し出してしまうみたいなことが起こりうるんですね。で、これをひたすら続ける。最初のうちはこの8ビートが安定しないだとか、その右手が疲れてしまう、力んでしまうだとか、そのなんか右手の音量がちっちゃいみたいな、全体の8ビートの音量が下がってしまうみたいなことが起こると思うんですけども、そこは気にしなくていいです。ここでの目的はあくまでも速い動きに手を慣れさせる、足を慣れさせるっていう、そういう練習でございますので、ここが目的でございますので、その音量だとか音質粒たち、なんか連打が綺麗だとか、そういったところは後でどうにでもなりますので、うん、こう一旦はその速さ、速い動きに慣れるというために、その自分ができる限界よりもちょっと上の速度で練習するということをやってほしいなと思います。ついでにもう一つ、私おすすめの限界テンポを上げる練習フレーズをご紹介しておきますね。それは一瞬速くすることでございます。例えば、うん、これを繰り返す。ちょっと一瞬速くするみたいな、まあ今のが長かったらもうちょっと連打のこれを短くするでもいいんですけども、例えば今やってたテンポ155でやってみると、右手だけこんな感じ。これがしんどいって場合は、この8分音符の連打を短くするっていうことをするでもいいですし、うん、こんな感じでね、こうちょっと遅いのと速いのを交互にするっていうことをするだけでも、だいぶ長くできるようになるんですね。ずっとこう速い連打ってやってしまうと、どうしてもだんだん疲れてきてしまって、腕がしんどいみたいな感じになって長続きしなかったりするんですけども、これはね、休憩が入るんで、この、ね、遅い連打で、ね、遅いやつで、まあ、これは両手でもね、うん、うん、こんな感じでこうちょっと休憩を入れる、で本番の
っていうことをすることによってその疲れにくくなるんですね。長いこと練習できるし、ちゃんと速い連打もやっているから、ちゃんと腕とか足がね速い動きに慣れていってくれるっていう、うん、長くできてちゃんと効果もあるっていう、すごいいい連打っていうのおすすめの練習フレーズでございますので、これもぜひやってほしいかなと思います。続いて2つ目のリズムが安定しない原因は、そもそも難しいことをやろうとしているからでございます。難しいことというか、自分がまだできないこと、技量的に技術的にまだちょっと追いつかへんなってことをやろうとしてしまうと、リズムって安定しないです。例えばこう8ビートの間のフィルインでこういうのをやりたいとしましょう。こんな感じでてててて、足に発入れてるんですけども、これで6連符みたいな感じでねやろうとした時に、これ全然できないと、この8ビートでなんかぶれてしまうみたいなことがあったりするかなと思うんですけど、これはそもそも今現在そのフィルイン果たしてできるのか、今現在自分が安定してできるのかっていうところを確認してみてほしいんですね。でもしそれがこのフィルイン単体でやったとして、でできないとなった場合は、それはまだ早いかもしれないその技術的にまだちょっとそのフィルインはあなたには早いかもしれないねみたいなことが起こっている場合があります。いや、まあただの練習不足、技術的には追いついていくのも練習不足ってことあったりするんですけども、何にせよ今現在自分が 100% 安定してできないフレーズ、ビートにせよフィルインにせよっていうものを やろうとしてしまうと、その緊張してしまったりするんですね。そのあミスったらどうしようっていうのから緊張してしまって、ちょっとなんか無意識のうちに8ビットが速くなってしまったりみたいなことが起こってしまったりもするし、そういった緊張というのは結構演奏のブレにもつながってきたりしますので、っていうのもあるし、単純にそもそもフィルインとかフレーズをミスってしまって演奏がブレるみたいなことも起こってしまったりするので、まあそういったことが要因としてあるよねという話でございます。ですのでこういったことが起こっているなと感じた場合は、フレーズを簡単にしましょうっていう感じでございます。別にねドラムのフレーズなんて多少変えてもそんな誰にもバレないので、基本的には今のさっきのね、こういうのでやろうとするんやったら、もうこれちょっと難しいと、じゃあっていう感じで簡単にしてみるっていうことをするだけでもだいぶ安定してできるようになったりしますんで、おすすめでございます。人間やっぱ身の丈に合った服を着るのと同じように、フレーズもね、技術的に身の丈に合ったフレーズ技術も、まあ、ビートとかをやりましょうという、そういう話でございます。まあ簡単にすることによって、そのフレーズをアレンジする力というのも身についてきたりしますんでね、そのまあ簡単なものを難しくするっていうのはまた別で練習が必要だけども、難しいと感じるものを簡単にするっていうのもまた一つドラムの練習になったりするので、その知識やら、まあ、座学方面の話だったりするけども、うん、そうお勉強の話ではあるけども練習になったりもするんで、そういった観点から見てもフレーズを簡単にするというのもわりかしおすすめでございますので、し難しいフレーズをやってミスってリズムがブレてしまうよりも、簡単なフレーズでちゃんと通せた方がかっこいいので、うん、そういったこともありますので、フィルインとかフレーズを簡単にするというのはおすすめでございます。では最後3つ目のよくあるリズムがブレてしまう原因は、音と音の間を待てていないからでございます。音と音の間って何やねんって言うと、例えばこれあのドラム初心者向け王道フレーズ、これありますね。これこのタンタン、これあるじゃないですか。この一発目タンって叩いてから、次タンって叩くまでのこの間の話です。ここの話、タンタン、もちろんこの2発目のタン叩いた後のタタタンに行くまでのこの間もそうやし、例えば8ビートとかでもドンタン、これありますけども、これの右手とかも1発目、2発目、3発目、4発目、1、2、3、4、この1と2の間、2と3の間とか、そこら辺をちゃんと適切に待てているかどうか、これ結構重要でございます。ここの音と音の間を待てていないと、例えばこう普通に8ビートしててもなんかちょっと速くなってきたねかみたいななんか速い走ってるなみたいなことが起こってしまったり、こう逆に遅くなってしまったり、もたってしまったりっていうことが起こってしまうんですね。だからこれに関してはどっちかちょっとリズムなんかフレーズをミスってリズムがそもそもなんかよれてしまうというよりかは、もう走ってしまう、もたってしまうというか、まあ、そっち方面でございますわね。まあ、これもリズムのブレでございますので原因の一つとして取り上げたんですけども、この音と音の間を待つっていうのはそれなりにテンポキープの力が身についてないと難しいんですよ。だから四分音符とか二分音符とかすんごい難しいとまあ四分音符まではギリできるかなって感じだけど、二分音符とかになってきたらすんごい難しい。四分音符やったらこう、まあこんなんかな、この四分音符も結構その間が空いてるんですね。1、2、3、4、まあ、もっとテンポ遅かったら1、2、3、4、
この1から2の間って結構空いてるじゃないですか。さっきのこの8ビートの1、2、3、4、5よりも結構間が空いてるわけですね。この間が空けば空くほど難しくなる。このきっちり待つというのが難しくなる。だから2分音符とか1、2、1、2、長い長い長い待ってられへんそんなみたいなってこともあったりするので、ここでこの待ってる間になんかこう早次の1から2に行くのにあたってこの間を待てずに2がちょっと早くなってしまったり、逆に待ちすぎて遅くなってしまったりというのが、ね、でブレてしまうというのがよくあります。これの解決方法としておすすめなのは自分の頭の中で16分音符でカウントすることでございます。これ人によってはちょっと難しいかなって感じることもあるかもしれないけども、例えばこう四分音符こんな感じでドンタンドンタンみたいな感じで簡単な感じのやってるとして、これって基本四分音符の感覚じゃないですか。1、2、3、4、1、2、3、4、これ四分音符の感覚ですけど、この時に頭の中で16分音符を数えるんですよ。8分でもいいけど、まあ普通の8ビートの時って8分、これ右で8分、1、2、3、4、5、6、7、8、これ8分音符ですよね。この8分音符でもまあずれる場合があるっちゃあるので、なんか8ビートとか安定シーンって場合はもうそもそも8分音符でずれてるってことやから、この右手の8分音符の感覚があるにもかかわらずずれてるってことやから、さらにそれよりも細かい16分音符でカウントしましょう。そうすればさすがにブレにくくなるやろうっていう、そういう理屈でございます。こうさっきの1、2、3、4やったら、こう16分音符やったらこれですわな。タタ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 、こういうことです。四分音符で1、2、3、4って数えてるときにこの16分音符数える。タタ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 みたいな、タタタタ言うのしんどいわっていうような感じで、その音を捉える音を細かくすれば、16分音符とかね、ちっちゃい音符で細かくすれば、まあその間が埋まるわけやから、1、2、3、4みたいな、この1と2の間が広いみたいなことがなくなって、なんかすごいぎっしりと埋めることができるので、こうなんていうかな、安定するよねっていう間を待つ必要がなくなるから、まあ安定するよねっていう、そういう理屈でございます。これはさっきの四分音符の簡単なビートだけじゃなくて、8ビートとかでもそうですよね。タタ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 タみたいな感じまあ実際にこんなタタタタタ発音する必要はないんですけど、まあそんな感じで16分音符を感じ続けることができれば、だいぶリズムって安定するようになりますので、ぜひやってほしいかなと思います。はい、まとめです。今回話した3つっていうのは、もしかしたらもう自分に当てはまってるなって感じたこともあったかもしれないですけど、もしかすると自分は当てはまってないなと思っていても、意識的には思っていなくても実は当てはまってたみたいなこともあったりするので、こう今現在リズムが安定しないなっていう場合は、今一度この今回ご紹介した3つのポイントに絞って、こう自分の演奏とか録画してね、演奏動画録画して見てみるとかして、なんかこう、あーこれ実はこれなんじゃないかみたいな、さこの前ジョン・スミスとかいうやつが言ってた2つ目の項目に当てはまってんちゃうかみたいなことを、まあ見返す、なんか反省というかもう自己採点みたいなことをしていただければ、リズムが安定していくようになると思いますので、やっていただければ幸いですという話でした。まあ、本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報を発信してますので、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。まあ、本日はそんなところで以上、ジョン・スミスでした。